ピンポンパンポーン。どうもこんにちは、東北キリタンです。よっこいしょ。今回は取引所の口座開設から NFT 購入までの流れを解説していきます。 NFT は Twitter でもトレンドに上がるほど最近話題ですよね。この機会に購入してみましょう。大まかな流れとしては、 NFT 購入のためにはイーサリアムウォレットが必要なので、イーサリアムウォレットを Chrome で使えるメタマスクを導入。メタマスクは最初は空っぽなので、イーサリアムをメタマスクへ入れる必要があります。取引所に口座を作ってイーサリアムを購入、メタマスクへ送りましょう。それでは早速やっていきましょう。取引所に口座開設。最初は取引所の口座開設からです。日本だとこちらの取引所などが有名です。取り扱う暗号資産の種類や取引手数料が異なるほか、サイトやアプリの使いやすさ、サポートも様々です。あなたに合った取引所を選んでね。NFT はイーサリアムで購入するので、イーサリアムを購入と送金ができる取引所なら大丈夫。一つに決められない場合は複数の取引所に口座を作っても良いと思いますよ。では口座開設していきましょう。口座開設はスマホアプリで1日でできるものから、本人確認書類の郵送で数日かかるものなど様々です。余裕を持って口座を開設してください。スムーズに登録を完了させるために用意するものはメールアドレス、本人確認書類、スマートフォンです。ステップは3つ。アカウント登録、 SMS 認証を行う、本人認証書類を提出。本人確認書類はこの中から1つ選んで提出しましょう。スマホでの本人確認だと数回の撮影で済むのでおすすめです。口座へ入金。口座は作れましたか？では取引所が指定する方法で日本円で入金しましょう。入金方法はこのような種類があります。ここで注意点を1つ。日本の取引所の場合、通常は土日祝日、銀行振込でも即日入金されますが、ペイジーで入金した場合は出金に7日間かかる場合もあります。入金方法によって手数料も異なるので、自分に合った方法で入金してね。イーサリアムを購入。口座に日本円が入金されたら、いよいよイーサリアムの購入です。買い方はどの取引所も大体一緒です。購入価格を見て注文数量を指定し、買うボタンを押しましょう。取引所には販売所と取引所など複数の購入場所がある場合があります。安い方で購入しちゃいましょう。常に価格が変動しているので、少しでも安い時に買いたいですよね。でもこればかりは私も何とも。ここぞと思った時に購入してください。Chrome にメタマスクを追加。ここからは実際に私のパソコンで購入手順を紹介します。まずブラウザの Chrome に拡張機能メタマスクを追加しましょう。動画の概要欄にあるメタマスクの URL を開いてください。開けたら右上の方にある Chrome に追加を押してください。しばらくするとブラウザの右上の方にメタマスクのアイコンが出てきています。出ていない場合はパズルマークの拡張機能からメタマスクを開いてください。はい、これでメタマスクが Chrome にインストールされます。では、下にある始めるを押してみましょう。メタマスクのトップ画面が開けました。次に、メタマスク上でウォレットを作りましょう。メタマスクを開いて、画面右側のウォレットの作成をクリック。規約を読み、同意しますをクリック。ここからは、画面の指示通りに従えばいけます。これでイーサリアムウォレットを作り、NFT を販売するウェブサイトで NFT を購入できるようになりました。口座からメタマスクへ送金。それでは取引所の口座からメタマスクへイーサリアムを送金します。まずメタマスクを開いてメタマスクのアドレスをクリックしてコピーしてください。数字とアルファベットが並んでいる文字列です。次に先ほど登録した取引所にログインして、入出金などのメニューからイーサリアムを選択。宛先に先ほどコピーしたメタマスクのアドレスをペーストしてください。次にこちらの欄に送金額を入力してください。あとは送金するボタンを押すだけ。注意点として、このアドレスが間違っていると他人に送ってしまうので、間違いないようにしっかり確認して送金してください。間違ったら取り戻すことはできないので、すごく慎重にしてね。取引所の定める期間が経ったらメタマスクに金額が表示され送金完了です。頑張りましたね。メタマスクとマーケットプレイスを接続。
マーケットプレイスとは、NFT を販売するウェブサイトのことで、有名な、ラリブルやオープンシーなど世界中にたくさんあります。今回は、ラリブルで販売するので、メタマスクとラリブルを接続します。接続すると、メタマスクに入れたイーサリアムで買い物できるようになります。早速やっていきましょう。メタマスクにログインしている状態でラリブルを開いてください。URL は動画の概要欄にあります。ラリブルのサイトの一番下に言語設定の項目があるので、日本語にしておきましょう。右上にあるウォレットに接続をクリック。ちなみに、接続にイーサリアムは消費しません。メタマスクを選択してください。接続するアカウントを選択して次へをクリック。接続先を確認して接続をクリックしてください。チェックマークにチェックしてプロシードを押してください。これで購入準備ができました。いよいよ次は購入です。NFT の購入。お疲れ様。NFT の購入まで来ましたね。メタマスクにログインしたままで、動画の概要欄記載の NFT の販売ページを見てみてください。まだ発売前。発売中。売り切れてる。どうかな。ラリブルを例に、発売中に購入する方法を説明します。欲しい商品をクリックして、Buy Now をクリックしてください。小窓が出るので、支払いに進んでください。メタマスクの小窓が開きます。ここで、ガス代が高い場合があるので、その場合は一度キャンセルしましょう。ちなみに、手数料のことをガス代と言います。取引の情報量と混雑具合によって、ガス代は変動するので、覚えててくださいね。確認ボタンを押すと、画面中央に処理中と文字が出ます。まだ、この段階では購入できていませんので、しばらく待ちましょう。あ、成功になりましたね。購入できたかな？確認のために、ラリブルの上部にあるメニューの、マイアイテムスを開きます。購入した NFT が掲載されてますね。購入完了です。やりました。以上が NFT の購入手順になります。いかがでしたか？難しそうにも思えますが、やってみたら意外と簡単です。ぜひ皆さんもやってみてください。購入時の注意点。最後に、購入時にいくつか注意点があります。購入は先着順です。販売価格とガス代がかかります。その他は一時停止して読んでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。